さて、その花は、なんて答えたでしょうか。あ、さっきの動画、あれ途中で止まったよね。うん、保存できてない。あ、残念だったね。じゃあみんなわけわからないの。仕方ないよ。そっちが悪いんだから。あの動画が途中でフリーズしたのはこちらのせいじゃなくてそっちのせいだから。反対側の花は何だったんだろうね。世界が続いてほしくない花もあるはずねと、さすがに借りたら気づくでしょ、借りたなら。それも世界が続いてほしい花は反対側で咲いてる。また咲いてないかもしれない。草の状態かもしれないけど。それってひょっとして、借りたぐらい賢い子なら気づくよね。世界が続いてほしい花は、借りたの顔をしていた。その反対側にある。世界が続いてほしくない花ってひょっとして、愛の花？その理由は何？さっきオンオン泣いたけど、世界が続いてほしい花の本音、カリタの本音は実はお母さんに褒められたかったからなの。じゃあ、アイルの花は何て言うんだろう。世界が続いてほしくない理由はお母さんに褒められたかったから、お母さんに褒められたくなかったから。どういうことだ？お母さんに褒められたくないから世界なんて死んじゃいと思うかしら。お母さんのこと憎んでいるからなの？聞いてごらんなさい。アイルに直接聞く。花に聞くより。本音は花が喋るわ。地上だ。